ゆきちゃん大丈夫？やばい、お腹痛すぎてつらい。もう昨日消費期限過ぎた食べ物片っ端から食べたからでしょ。分かってるよ、でも捨てるのもったいないからつい。まだ痛いならつむぎに電話でお薬を頼んでね。トイレから出た後忘れてそうね。分かったよメタ。あ、そうそう、トイレットペーパー渡しておくわね。ありがとう。ゆきちゃん大丈夫？多分大丈夫よ。でもこの状況でつむぎにバニラアイス2個も頼むとは。このお腹痛さどうせ一時的なものだから大丈夫だよ。だといいんだけどね。さあズンナもリビングでテレビでも見ましょう。分かったのだ。早く出てテレビ見たい。は、誰かいるの？ベタン、ズンダモン、まだ入ってるよ。ズンダモン、ズンダモン、まだお腹痛いから出られないよ。ねえズンダモン、いたずらなら勘弁して。もしかしてベタン、ちょっとやめてよ。え、ちょ、怖いって、やめてって。やめろやめろやめろ。うんと、大丈夫か。思わず通信教育で習った忍術を発動しちゃったわ。なんなのだ今のは。どうしたの？ぷぅ、ズンダモン、メタン、怖かったよ。もう二度とあんな体験したくない。まさかそんなことがあったなんて。変だな、僕には何にも感じなかったのだ。妖精でも何にも感じ取れなかったの？そうみたいなのだ。しばらくはリビングにいた方が良さそうね。そうする。ちょい足しですが、黒い何かが迎えに来たの、ゆきちゃんの怖い体験でした。皆さんも消費期限が過ぎた食べ物は食べないようにしましょうね。チャンネル登録と高評価よろしくなのだ。よろしくね。